もう夜分遅くに失礼いたします。そしたら今日も原人をやっていきたいと思うんやけども、ちょっと前に気づかなかったことが一つ。これ、誰やったっけな、忘れたな。なんだろう、あ、これ気候レベルっていうんかな。これなんかあれやね、前なんか COD のバトルパスみたいなもんなんちゃうかなっつったけど、なんかそうじゃないらしくて、なんかこういう感じで、まあいろんな任務があってやね、それをクリアしていくと、このレベルが上がってってもらえるっていう、まあなんかそういう理屈らしいね。ほんでまた、デイリー任務、ウィークリー任務、シーズン任務っていうのがあって、まあこれをまあちょこちょこと、やっていくとやね、ここの気候レベル、このゲージがどんどんどん上がってくるわけね。上がってくると、まあレベルアップして、まあ、ちょっといい武器なんかがもらえたりすると、まあ、そういうことらしいね。レベルアップするのめんどくさいなっていう人は、このレベル購入っていうので、なんかこういう感じで、石使ったりとか課金して、まあなんか、レベル上げた方が早い、手っ取り早いよみたいな。なんかそういうもんらしいわ。あとで俺も自分で見てて思ったんやけど、前の動画をね。なんかそういうもん見ちゃう。というわけで今日も元気にやっていこうかな。で、どこ行くんやったっけな。この俺の大嫌いなドラゴンスパインやったっけな。あの辺行かなあかんやね。俺嫌いやね。なんて言うんやろ。ここの、めんどくさいよね、これ。めんどくさい。ちょっと忘れてもうだから、もう一回ちょっと説明見るわ。てか、もうちゃんと見てからな、ちゃんと見てから言えや、行けやって話なんやけど、もう忘れっぽいというか、やっぱりずっとこれやってるわけじゃないから、やっぱり。一番目のこれ。雪の都。銀行や。洞窟や。まあこの辺ってことやな、多分な。この辺やな。この辺にあるやもせんと。あとはこの辺にもあるやもせんと。まあそういうわけやな。めんどくさいな、これ。でもまあこれワープポイントを、なんかあんまり解放できてないみたいやから。ちょっとやっていこうかな、一応。絶対時間かかるわ。なんかもう先が思いやられるな。だってワープポイントを解放しがてらやね。行こうか。で、赤い石を壊すと。赤い石を破壊してやね。これで、いけんのかな、これ。なんか自信ないねんけど、俺これ。マジでなんか嫌やわ。この辺やな。この辺にあるってことか。前、俺、どれを解放したんか全然覚えてへんのよな。とりあえず、あれ、ワープポイント行きたいなと思ったんだけど。これ、出てくるんや、しばらくして。これはこっち行かれへんよね、多分。いけるんや。行かれへんわ、やっぱり。これ以上行けまへんわ。まあ、要するにあかんってことやな。どうしようかな。こっちから回り込んでったらいけんのかな。とりあえずワープポイント解放しといた方が絶対後々有利になんねん、このゲーム。な、何回も言うなってな。それは最近俺自分の中で学びを得たことやから。これやっぱ自分に言い聞かせるかのようにやっぱり言っちゃうよね。なんかあのタケノコみたいなマークできてんのか、あれ何なの。やばい、これ高いか、思ったより。いけるか、いけるっぽいね。これ、霜焼けになるから、凍傷になるから、それがちょっとやばい。
グズグズしとったら霜焼けでやられるからダメージ。探索知識。やばいね。苦労的だね。やっぱり別の道で行こうでとか言う。いやもう今更引き返されへんやろこれ。これはなパーティーが何人か犠牲になっても、なってでもやな。行くべきやね。うわ、やばい。ゴールすぐ目の前やのに。無理やな。やってるやな。まあそうなるわな。やっちゃうよね、とね。難しいね。どうやっていけばいい。とりあえずあのめっちゃ出るやん。どっから行けばいいんや。だいぶ遠回っていかなあかんぽいな。まあ、なんてこのハラジンやってる上で俺ちょっと思ったのは、このドラゴンスパイン、この雪山のコーナーっていうのは多分めちゃめちゃ難易度高いと思う。なんとなくやけど。まずこの、霜焼けになる時点でやな。まあ、普通のとことちょっと違うやん。違うわけやん。なんかあるぞ。何やあれ。あれ取っとこうか。なんかよくわからんけど。でここから飛ぶだけやろ、登って。ちゃうの、飛ぶだけちゃうの。届くの、届いた。やばいやばいやばい。あれワープポイントっていうかあれがなくなってる。やばいやばいやばい。めっちゃ愉快な音楽流れてるけど、あれがある。焚き火できる。焚き火できるか。焚き火がある。それがあればまあとりあえず安心やなっていう話よ。あからね、近づきすぎたら食らうのね。オッケーオッケー。やあ、このヒルチャードにもちょっと前はねだいぶ手こずってたけど、さすがに、まあ、これぐらいの程度じゃ、ひるまんようになってきた。さあさあさあ。なんかあの、これをまとった状態で氷を叩かなあかんやん。なんか今あったな。ヒントかい。こういう氷も意味あんのかな。関係ないんか、これ。あるわ。多分。意味ないの？意味ないんかい。難しいね。とりあえずワープポイントをほんまとにかく解放したいんだよ。これアンバーかな。ああそうだよね。え、ちゃうの？え、ちゃうの？あ、ちゃうんか。起動させるの。はいはいはい。まあ、こうやってちゃんと落ち着いてやればね、うん、問題なさそうやね。これをどうするかやな。あ、これまさか、あのあれを身にまとった状態でいくんか。ワープポイントあっこにあったんやな。かけらがないんよな、あのシンク、シンクのかけらっていうの。あ、これもある。なんかあの点、赤い点、あれなんなん。集めて一体どういう意味があるやろ。この放送というか、この俺の配信を知らない人のために言っとくとやね、決してあの攻略情報を
公開するとか、なんかそういう系の実況者ではないっていうのをちょっと一応あのご理解いただきたいなと。じゃあお前何をやっとんねんって言うて、まあ、とりあえずこのハラジンという名のこのゲームを楽しむ実況者ということで位置づけとしてはね。おい、うわ意地悪、あ取れた、めっちゃ意地悪するやん。もうだ、あなんかある、あこういうのもやっぱ叩かなあかんやな。あったあったあった、ほんのはこれアンバーの熱で溶かせるはずなんやけど。あ、溶け、溶けだ。いける。おい、お、お、何今の。あ、いい肉や。え、あれ初めてやろ、あんな肉。冷凍肉は。冷凍肉って普通、ええないもんなんや。なんか生きてる冷凍肉っていうのもなんかあれ、ちょっと変な感じするな。こっちにもなんかあれあったよね。こいつ自体は弱いんやね。ワンパンやもんな、だって。おい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 、なんかでいいよ、なんかでいいよ、おいおい、びっくりした。レベル33やん、こいつめっちゃ強いやん。やばいやばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待って、こういる、こういる、こういるから一回とりあえずここで休もうか。一回休みながら、あいつの、まだパワーゲージ出てるな。回復せえへんな。回復せえへんな。よし。おいおい、なんか強、強いって。やばいやばいやばい。めっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い。やばいやばい。めっちゃ強い。ここはめれるの？あかん、あかん。強すぎワロタやん、マジでマジでやばいって。めっちゃハッスルしてる、めっちゃハッスルしてる、めっちゃハッスルしてる、ちょっと無理やって、ちょっとハッスルしてる、ちょっとやばいって。外に出るべきじゃなかったわね。いやいやいや、おかずおかずおかず、はっちゃめちゃにハッスルしとったな、あいつ。ほんま、なんやねん、マジでよ。ふざけんなよ、ほんまに。バチバチハッスルしとったやんけ。なんやねん、あいつ。笑いがこみ上げてしまった。むしろ。多すぎやろ。イノシシが。あんなにハッスルしてんの初めて見たかもしれん。すまんわ、こんなんしとったらよ、ずっとよ。無限に進まんよ。あー、これさっき来たとこか。え、これってあれをまとった状態でいけばこれ壊れるんかな。ワープポイント目の前にあるのに、すべてのかけらを解凍するやもんな。分からん、これさっきのイボイノシシ。ああ待ってる。あ、これ待機してはるわ。こいつなんか守ってんのかな。これどうなして倒すの、あんなやつ。
多分あのかけらをまとった状態で叩いたらめっちゃ強なるはずやねん。もうええわ、なんかヨウビだ、ちょっと可愛いな顔が。とりあえずやな、さっさといかんと。何これ、もうええて。あこいつも一応あれの暖炉の扱いになるん。はいはいはい、どこ、上行った、上行ったっぽい、ね、はいはい、待ってくれてんやな、一応な、いつものことやけど。どこ行くの、上じゃないの、なんやねん。あ、動き出した動き出した。どこ？これなんか視点が合えへんねん。いやもう最悪。横移動せなあかんのこれ。おっせえな。どこで待ってんの？この辺におったよな。あれ？俺になってる。あったあった。ここちょっと休みそうやな。なんか出っ張りがある。あ、こいつを利用して登っていかなあかんやん。ここの雪山は。そういうことやな。おそらくやけど。こうやって、ほらほら、ゲージが減っていく。そういう雪山なんや。はいはいはい。見つけました。攻略情報、珍しく。これは役に立ったはず。これはね、このドラゴンスパイン嫌いの視聴者のキッズたち大喜びよ。なんやこれ。なんかもうすでにヤバそうな空気流れとる。こっから上行かなあかんな、多分な。でヤバなったらとりあえず下に降りて一回なリカバリーしたい。いやこれ難しいぞ、でもここほんまに冗談抜きで。いやー絶対食らうなこれ。とりあえず多少食らってでもワープポイントを解放したいんやけどな。なんかピコンって言ったな。やばいな。そやねんな。こっちのスタミナも面倒見なあかんしやな。忙しいんよな、ここほんまに。いろいろ、ああ、ほら入った。ちょっとちょっとちょっと、もう目の前なんよ、目の前にあるんやしよ。何かが、まあここまで行けばやな、なんとかなるんよ。とりあえずもう行くで。やべやべ、ええこれかい、これかよ。いや、あー、ここにあるやん、もう。やべやべ。よしよし、間に合う。たぶんこれ間に合う。たぶん間に合う。世界に拒まれたの。なんかワンポイントちゃうんかい、しかもこれ凍ってきとるがな。何やねんこれ。今回
いわ。おまけだよ。腹立つわ、ほんまに。はい？何の挑戦が始まってたそもそも。それがまず不可解なんやけど、俺的に。意味がわかんねえわ。こんなとこまで来させられてよ。いやー難しすぎるやろ。これワンポイントこれ行かれへんのマジで。これ解放しといたらやな、だいぶ変わるんよな、あと。むずすぎやね。面白くなくなってきたわ、なんか腹立ってきたわ。ゲームってなんかある一定の度合いまでいったら急にムズなったりするやん、このゲームなんか、まあ、俺だけの感覚的なものなんかもせえへんけど、なんかいきなりムズなったような気すんの。流行ないって。これさっきのバリアンどこ？この辺にワープポイントあるはずないけど。あ、これちゃうんかい。もう、ああイライラする。何やねんこれ。あったあったあった。どこをワープポイント？はい？お前って本当にせっかく。おーい、やめて。いやいやいや、もうわけわかれへんわ。あ、またあれおる。あれって出てんか。こいつがすっげえ心強く感じるわ、今のところ。こうなったから。とりあえずこの上やろな、多分。まあ一回言ってるけど上やろ。絶対そうやろ。なんかホームアローンっぽい音楽。さあさあさあ、どこですか？ワープポイントはどこですか？よっよっ。いやーこれ無理やわ、まだ死ぬパターンやわ。なんかもう目に見えてきたよ、俺の未来が。ほら、入った。これも腹立つわー。ドゥドゥン。ドゥドゥン。普通にやらへんかな、お前。あー、ムカつくわー。これはほんま。
ハーブポイントどこにあんねん一体マジで。予想外だぜ。マジでどこにあんのこれ。あー、あったあった。あ、ちゃうわ。 あれはちゃうよな。え、あれか、あれがワークポイントな。え、あれってなんかなんじゃらミッションやんな。油断しちゃったみたいね。これ復活って俺普通にやってるけどさ、これなんかい、なんか消耗されんのかな、石かなんか。いやー、これ無理やって。どないすんのこれ。ムーズすぎるな、いくらなんでも。こっち方面攻めようか。とりあえずこっち方面攻めてワークポイントをちょっと解放していこうか。なんてあのとこおったらもうキリないよな。うん、あんなんずっとやってたらどん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 時間食っていいでやん。なくなってまえやん。もう尺が足りへんな。もう30分の動画にしたいな。ずーっとあれ30分やってたらもう。もういずれ、今はさ、その視聴者が全然おらんからさ、別に何も言われへんけど。そのうち、なんかそのアンチ的なやつが出てきてやん。多分言い出したやん。別にええねんけど、できたできた。全然かまへんねんけど。おったらおったで面白いからね、そういうの。これなんなん？なんかまとってはりますけど。あれか？なんか赤いの見えるな、ここ。これではないよね。ああ、でもなんか下になんかあるな。とりあえずこれを。これこうやって。これ下そうやな、多分。なんかバグった。おお。よかった。あ、なんかおるね。あれを倒す感じかな。こいつを倒したらなんかあるんかな。え、起動しましたけど。ガイア先輩か。これ。あ、なんか。え？はい？あ、これでアンバーか。おとなしく仕上がる。あ、そういうことだ。これ。210。こいつはどうだ。なんか、ま、なんかまどろっこしいな。これ。最後の一体やったら、あいつらが動き出すと。はい。あ、順番があるんや、多分。まず、1、2、こいつはどうだ。順番があるんやね。おとなしく仕上がる。あー、もうあかん、あかんわ。今ミスったな、絶対。
お前って本当にこれ。これで消せんのか。消されへん。なるほどなるほど。あれは見とかなあかんやな最後まで。ついていくのはなしなんやな。はいはいはい。ああだ。まあ多分この真ん中あたりに宝がポワンと出てくると。まあそういうふうに僕は予想したいと思いますよ。さあ戻りにしたい。こいつはどうだ。一回失敗せなあかんの。おとなしく仕上がる。これ。こいつはどうだ。分かってるよ、コード経路やろ。今気づいたの。気づいて行こうと思ったんや。行こうと思ったらやな、できへんかったんや。あ、今度、あ、ランダムに変わった。1こっち、こうこうこう、123 234。よし、覚えた。で、戻ってきて、この結界みたいな外れてから行かんだからね。はい。まずこれ。はい。次、こっちです。ちゃんと覚えてます。おとなしく仕上がる。次はこっちです。覚えてます。クリオネちゃんがやってました。次はこっち。これ。はい。あいつら動き出すんか、それとも宝がポワンと出るんかどうか。おとなしく仕上がる。これめっちゃやつじゃん。貴重な宝箱。でか、物たちが動き出した。あーそうか。なんだよ、頼んだわよ。バリ強いなこいつ。どうして倒すのかな。絶対無理やろ。攻撃当たってない。何だろう、倒そう倒そうとしすぎるのもあんまりやろ。絶対あれ最後に出てくるやん、でかいやつ。ここに呼び寄せらなあかんじゃん、あいつ。ねね。気に弱いわ。はい。まあ、死んだのですが。本当にしぶといんだから。レベルなんぼだ、33。これ。全然黒出へんやん。やばない。これはお仕置き。全然黒出へん。そんな乱暴はやめて。全然黒出へんやんこいつ。それ。いや無理やろこんなん。やつは無理やろ。それ。言葉は無理やわ。しびれなさい。いやいやいや、おしゃれなら。やっぱり外に出るべきじゃなかったわね。やっぱアンバーが一番食らうな。なんかあの真ん中の点みたいなとこ狙った方が食らうみたいな。倍ぐらい食らう。まだ足りないの。これさあまあない。
ドゥン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 。なんか頭使ってやりなさいってことやろな、これな。うん、むずすぎ。とりあえずなかなかうまいこといかんから一回ここでやめようか。うん、だから全然進んでないんやけど、やばいな。とりあえずワープポイントを解放していきたいからな。まあもう続きで連続でやろうか。また今日はこの辺で、バイナー。